はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカディア動画撮っていきたいと思います。ですね、ツイッターの方にですね、近日アップデ情報ということで来ておりますので、こちらをですね、まとめていきたいと思います。ですね、まず新機能ですね、こちら、錬金閣で合ってますか？はい、開放時間が11月30日からということで、これはね、美しきものが持つ魅力の象徴です。新機能、錬金閣では、スキン、テーマ、組み合わせを解放することで獲得できますっていうふうに書いてあるんですけど、何が獲得できるかはちょっとわからないんですけど、ここの絵を見る限り、このホーム画面の背景とかですね、スタンプとかアイコンフレームとか、その辺がゲットできるようですね。スキン、テーマ、組み合わせを解放することで獲得できるということなので、まあ、ただね、スキンっていうのは結構今のところは課金要素になっているので、ある程度、課金要素が含まれているものなのかなというふうに推測しますね。まあ、どうでしょうか。まあ、スタンプとかね、これも課金じゃないと取れないとかなってきちゃうと、このゲームやばいなっていうことだから、多分無課金でもある程度は取れるんじゃないかなというふうに踏んでますけど、まあ、ちょっとね、詳細は分かりませんけど、これが来ますということですね。霊金閣じゃないのか、これ。雲って書いてある。雲金閣かな？ちょっとよく読めないですね、これ。字があれで。雲金閣かな？はい。続いて、新イベント、茶芸館。12月中旬実装予定ですね。長押ししてお茶を、入れますって書いてるのかな、これ。茶芸館では、朝鮮とか新規などの英雄と一緒にお茶を楽しんで、一日の疲れを取る。眠っている茶雲。ん？茶運って書いてある。茶霊って書いてあるのかな、これ。読めませんけど、毎日1回起こせることができ、開花させます。すると、茶、なんて書いてある、茶商、茶品などの、報酬がもらえます。茶の店舗で SPAU のかけらなどの報酬と交換できますということですね。まあ、これもまあ、なんだろうね、毎日1回起こせることができるということだから、とりあえずログインしていれば、できるということですかね。まあ、SPAU のかけらなんかが、もらえますということで、それなりの報酬が、もらえるんじゃないかなと思います。続いて、これ、世界遠征本編、初志貫徹、12月20日から12月31日まで11日間ですね。ここでようやく来ました。義英雄のこの2人、曹植と、曹彰かな。はい。これはもう確実に自分はね、取ります。はい。両方とも、UR5 にして使用感見ていきたいと思いますが、まあ、詳細はね、まだ不明ではありますが、強いらしいです。はい。わかりませんけどね。はい。ちょっと期待したいと思うんですけど、まあ、これさ、12月31日に終わるので、もう、あれなんですね。その次からもう、新年なので、その次もイベントなんか来るんでしょうね。うん、前回も来てた気がするので。まあ、そういった感じでございます。続きまして、これ、新コンテンツ、新霊獣登場ですね。開放時間が、12月の1日から。これで、霊獣のレベル上限もいよいよ上げますって書いてあるんで、これ何なんだろうね。霊獣のレベルっていうのは、なんか、経験玉みたいなやつで上げられるやつのことかな。うん。まあ、でもこれもね、速攻上がっちゃうでしょう。とりあえずね。うん、上がっちゃうんですけど、まあ、この辺はね、もうコツ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 上げていってほしいところですので、まあ、良かったなというふうに思います。で、こちらね、絹織物で交換可能なスキン、純育の、あ、違う違う、純友の新スキンということで、まるで別人になってる。この白髪、白髪っていうか、になってて、ね、これはまあいいですね。はい。とりあえず絹で来るっていうのがマジで熱いというか、まあ普通なんだけどね。うん、これもっと絹で出せっていう感じなんですけど、まあとりあえずね、待望の絹が使えるということでございますので、ぜひ皆さん交換していきましょうという話になります。はい。ということで、本日はですね、近日アップデ情報をツイッターに来ていた内容をですね、まとめさせていただきました。参考にしていただけると幸いです。それでは、お疲れ様です。